タンポン。タンポン、とは、分泌物や、血液の吸収に用いる、医療用具の一種で、円筒状、または、球状の面、ガーゼである。日本においては、膣内に挿入して、生理の際の経血を吸収する目的で使用する、生理処理用品、あるいは手術の際に出血した血を拭き取るために、使われるものを指す。以下。 生理用品としてのタンポンと、手術道具としてのタンポンとを説明する。日本では医療用具として、主にドラッグストア、スーパーマーケット、コンビニエンスストアなどで販売されている。本体である吸収体は、脱脂面もしくはレーロンパルプ面を、円筒状に成形。先端は体内に挿入しやすいように丸くなっており、後端には防水加工された取り出し用の紐が付いている。 体内に装着するため、生理中でも入浴や水泳が可能である。出血量が設計以上の場合はそのまま漏れるために、多い場合はナプキンと併用することもある。また、出血量が少ない場合には、挿入時や取り出し動機に痛みを伴う場合もあるので、ナプキンの使用を考慮する必要もある。出血後は早めに取り替えないと、膣炎の原因となることがある。さらに、 トキシックショック症候群を引き起こす原因ともなり得るので、清潔な手指でタンポンを持ち、8時間以内、1日3回以上に取り替え、かつ、ナプキンと交互に使用するように注意する必要がある。使用済みのタンポンは、エチケットとして、ナプキン同様、他人の目に触れないように紙等に包んで、トイレ個室に備え付けのサニタリーボックスに捨てる。衛生上の観点から、 可燃ゴミとして処理する。女性の社会進出が進むにつれ徐々に普及した。近年では、洗って、再利用できる、スポンジもしくは海面製のものも一部で出回っている。生理用品としてのタンポンは、少なくとも4000年前から使用されていたと、日本産科婦人科学会所代理事長で医師の竹谷、有事は指摘している。具体例として、以下のものが挙げられている。また、 ヨーロッパの一部では20世紀前まで生理用品を使用せず、男女の労働環境が重複した際も隠すようにしたとされている。アメリカで1920年代から30年代に商品として販売されるようになる。1936年には雑誌にタンポンの宣伝が掲載されるようになり、1945年には医学誌で月経の対処法として言及される。 当時の女性の1、4がタンポンを使用していたとされる。竹谷はこれをアメリカでの女性の社会進出の必要性が高かったこと、経済的な活動が国の発展に直結するアメリカという国の特徴と関連づけいる。その一方で、かゆみや細菌感染のリスク、悪臭などのデメリットについても指摘がされていた。歴史学者の田中ヒは、 不国強兵の基盤となる母体の改善のため、1888年に設立された大日本婦人衛生会の機関紙である、婦人衛生雑誌にて、短本式の処置が好ましくないとする記述型を占めていたことを指摘している。日本では1938年に製品化されたものの、原料不足などが原因で普及しなかった。その後自己流での短本の使用による弊害が、 報告されるようになり、1948年に厚生省はタンポンを医療用具に指定した。1951年にエーザイが承認を受け、1968年には中央オブスさんがタンパックスの輸入を開始し、同時期に安値社からも販売されるようになった。当時女性の間でタンポンを使用することにより、諸女膜が破損し、 その結果結婚できなくなるという迷信があるしていたため、それに対抗するために、諸女膜の具体的な位置などを補足する説明が立った。1963年頃普及するようになり、アンネの続賞で呼ばれていた。1970年代後半に、アメリカで吸収性の高いレイオン素材のタンポンを使用したために、毒素性ショック症候群に罹患し、数十名の死者が出る。 タンポンショック事件が発生した。これをきっかけに、0ン製のタンポンは製造中止となった。2013年の時点では日本での普及率は、有供女性全体の2割、10代では1割とされている。アメリカでは1999年12月時点で6割となっている。イスラム社会においては、店頭販売が行われていない。これについて、竹屋は、各国の道徳観や、 低層階が影響していると述べている。また田中は日本のナプキンが高性能であることも理由として挙げている。日本におけるタンポン販売の草分けは1950年代に売り上げが好調だったエーザイ株式会社であった。1960年代にアメリカ合衆国のの製品が輸入されるようになり、後を追ってアンネ社が製造販売を開始。 ジョンソンエンド・ジョンソンやライオン多数社もこの市場に参入していった。その後、タンパックスは2001年に日本から完全撤退し、アンレ社を買収、合併したライオンは2002年にタンポン事業部門をユニチャームに譲渡。エーザイも2003年10月31日で製造中止。現在ではシェアのほとんどをユニチャームが占めている。 トキシックショック症候群、TSS、トキシックショック、シンドロームとは、黄色ブドウ球菌による毒素が、引き金となって起きる疾患。タンポン使用中でなくとも起こることがある。タンポン使用中に突然高熱が出て、発疹、発赤、倦怠感、嘔吐、下痢、粘膜充血、血圧低下等の症状があったら、使用を中止して、産婦人科など専門医を受診する方が良い。 重篤な場合、症状名通りにショックを起こして、致命的な事態に発展することもあるため、使用上の注意を守って使用する。手術中に出血で患部が醜くなった際に血を拭き取るために使用される。形状はガーゼ状になっているものが主流である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。